こんにちは、バズエンジです。今回は再販が来たよということで、ボイドプラウラーが映えるバナー構成を紹介します。皆さん、ボイドプラウラーはもう買いましたでしょうか？エースのスキンの中でもね、最も人気と言っても過言ではないスキンなんですけども、やっぱめちゃくちゃ増えたよね、カジュアルとかランクでも。でもなかなかそのスキンをうまいこと活かしているプレイヤーは少ない。しかし今回する紹介するバナー構成を知っていただくことで、皆さんのボイドプラウラーが最高に映えさせることができるので、ぜひともこの動画最後までご覧ください。今回は特に3位と1位の組み合わせがね、結構自信作ですので、ぜひとも注目しながら見ていってください。このチャンネルでは Apex が100倍楽しくなるをテーマとしたスキンなどの紹介動画を毎日19時にアップしてますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。さあ、スク本編。ではまず第5位からの紹介、こちらはですね、派手派手な感じに作ってますので、ボイドプラウラーをきらびやかに飾りたい方にはおすすめです。そんなボイドプラウラーが映えるバナー構成ランキング第5位がこちら。バナーフレームが明暗で、ポーズが心理戦です。このフレームとポーズはさすがに何でも映えるんで、今回これ紹介せざるを得なかった。もう言っちゃ悪いんですが、王道です。というかもう明暗使えばそれなりにかっこよくなるんですよね。でもですね、スキンの特徴をうまく活かすと、この明暗はね、もう鬼ほど映えるんですよ。鬼だけにね。で、このレースのスキン、ボイドプラウラーの大きな特徴として、まず出てくるのが、顔面のメタリックな質感。最近のテニスのラケットみたいな手触りですよ。この光り輝く個性を生かすバナーフレームを選ばないといけないんですよね。それでまず出てくるのがこの明暗なわけなんですよ。ということで、レースをこれから使おうと思われている方、もしくはね、すでにレースを愛用してらっしゃる方に向けて、これだけは押さえてほしいという要点を一つだけ紹介します。それはレースはどのレジェンドよりもバナーを凝らないといけないということですね。なぜかというと、どのプレイヤーもレースへの理解って結構してらっしゃると思うんですよ。だって皆さん、大体レースのバナーってこんなもんじゃんっていうの分かってるじゃないですか。それはレースへの関心が高まってるからなんですよ。まさかと思われるのも当然です。もうすでにレースのバナーを理解している人はもう無意識でそれぞれプレイヤーを判断しているわけなんですよ。こういうね、細かいところまでこだわったバナー構成をあと4つ紹介しますので、お見逃しなく。では次、第4位の紹介、こちらはですね、特に色と設定をこだわったものなので、ハマる方にはハマるゴッホのひまわり的な感じのバナー構成です。そんなボイドプラウラーが映えるバナー構成ランキング第4位はこちら。バナーフレームが罠からの脱出で、ポーズが内なる力です。さて、レースの最も扱いにくいバナーフレームでおなじみ、このね、罠からの脱出ですけども、色もなかなか合わせづらいフレームなので、この手前のやつらを生かしたバナーポーズが大事なんですよ。で、特にこれでピックアップしたいのが、このゴブリンたちに馴染むこのレース。そしてこのスキーのいいところが発揮されてるんですよね。それがこのボイドプラウラーの顔面の謎のお面でガードしてるところね、表情が読み取れないのよ。ただならぬヤバい感をね、醸し出してるってわけ。色とかもね、案外違和感なくできてて、それなりに納得のいくバナー構成ができました。まるでね、レースがこのゴブリンの一部に入ってる感じがもうほんと面白いんだよね、これ。完全にゴブリンたちの親玉だよっていう感じ。このなんとも言えない気まずい感じがたまらん。でも少々この構成は悪いところがあるんですよ。それがコスパ悪すぎ問題。フレームがレジェンダリーで、ポーズがスーパーレアということで、どちらも最高レアリティなので、これらのアイテムに関しては持ってたらでいいんで、その時はぜひとも試してみてください。で、このポーズスーパーレアなので動くんですよね。今ちょっと画像で動かないようにしてるんですけども、実際見てもらったらわかるんですけど、上からボーンってきてこのポーズに至ってるんですよ。なので本当にもうね、ボスなんだよこいつは。まあ、この構成が映えるのはボイドプラウラーだけじゃないので、また別のスキンが再販される次第、これとかに合わせてみようと思います。では次、第3位の紹介、こちらはですね、俺的にはね、一番のお気に入りの組み合わせですね。具体的にどんなところがいいのかというと、ポーズがうまいことボイドプラウラーの光る部分をよく光らせてるんで、なぜかバナー全体が神々しくデザインできてるんですよ。俺と好きなもののベクトルが合う方は絶対好きになれるでしょう。ちなみに俺が今ハマってるのは稲妻イレブンです。よろしくお願いします。そんなボイドプラウラーが映えるバナー構成ランキング第3位はこちら。バナーフレームが狂気の流儀で、ポーズが不織のやつです。さあ、これはどうでしょうか。皆さんお気に召しましたでしょうか。これ相当自信のある、いわゆる自信作ってやつなんですけど、これの何がいいってね、このボイドプラウラーの黄色とバナーフレームの緑色の色の相性が抜群いいんすよ。自然界でもね、黄色と緑ってね、よく見る組み合わせでしょ。緑の芝生の上に黄色のタンポポみたいな感じ。まるで違和感のない構成なので、そのままの形でストレートにスバッと我々の脳にピークしてくれるんですよね。正直ね、このバナーフレームめちゃくちゃ扱いにくいんですよね。これはね、もしかしたら言い方悪いんですけど、レースのバナーフレームの中でも外れ枠なのかもしれない。フレームね、枠だけにね。これといって特徴もなければズバ抜けてかっこいいわけでもない。でもこういう感じでスキンとポーズを駆使したら、ここまでかっこよく見せれるんですよ。いくらダサいフレームでも、スキンとポーズの組み合わせ次第で可能性は無限大ということをこの動画で証明しましょう。もしもね、今回のボイドプラウラー以外のスキンのバナー構成をね、お求めの方は、こちらの再生リストに全て載せておりますので、レースを今よりももっと映えさせたい方はぜひともご覧ください。バナーフレームなんて凝ってなんぼです。絶対いいことがたくさんあります。よろしくお願いします。では次、第2位の紹介、こちらはですね、派手さには欠けますが、モダンな雰囲気を好む方にはぶっ刺さる。しかもね、全て
って低コストで済ませているものなので組める方もたくさんいるでしょう。なのでこの構成ぜひとも真似してみてください。そんなボイドプララが映えるバナー構成ランキング第2位がこちら。バナーフレームがストライブでポーズが高速です。おやおや、想像以上に地味なバナーだな。おい、でもただ地味でだけじゃ終わらないのがバズデージクオリティ。あれ、なんか色に違和感感じるな。特に下半身とかなんかちょ暗くね。そう、若干ですが暗いんですよね。実はこう見えて色味にはね一切の加工は加えておりません。なぜかこのバナーフレームのせいでそう見えてるんですよ。めちゃくちゃシンプルでしょ。そんでなので薄味が好きな方にはぶっ刺さるんじゃないかな。でこのバナー構成を組むにあたって必要なパーツはなんと青レア以下で構成できるんですよ。なので皆さんこれらワンチャン持ってるんじゃね。フレームは青レアでポーズが白ということで低コストも低コストで低コストすぎてムカついた。これら全てを集めるだけでもたったのクラフトメタル90で構成できちゃう。なんならポーズの高速だけでも買っておくと意外と汎用性が高いのでどんなフレームにも適用できちゃう。もしもねまだこの高速というねポーズを持ちてない方、特に冷静な方はね絶対に買っておきましょう。このポーズの汎用性を侮ってはいけない。というかレースのポーズほとんどがねかっこいい要素を持ってるんですよね。そう、つまりレースのポーズはどれ一つ侮ってはならない、レース史上最高クオリティのポーズであると思います。ということで今更ですがとうとうねあのボイドプラナの再販来たのはいいんですけども、金色のバイクみたいな、ね、なんかねあのバナーフレームが一緒に再販来てない、いかがなものかと。なぜならそっちの方が欲しかったところあるんですよ俺的には。ちょっと残念ですねこれ。あれ確か動かないバナーフレームですよね。おそらくスーパーレアあたりでしょうかね。でもこのゲームの特徴としてスーパーレアのバナーフレームってものすごく扱いにくいんですよ。シーズン11のねタイダストームは別ですが、シーズン7くらいに来てたあの格上とかいうねバナーフレームめちゃくちゃ使いにくい。未だちょうどいい組み合わせが見つかってないほどです。いいのが見つかり次第ぜひとも動画にしてまとめたいんですけどもね、もう当分見つかることはないでしょう。さあということでこのランキングもとうとう第1位の紹介ということで、ここまで見てくれてる方本当にありがとうございます。では第1位紹介していきましょうか。こちらはですね第1位ということで、全てのボイドプラウラーのいい要素を含んだ誰がどう言おうと最高の組み合わせですので絶対にお見逃しなく。そんなボイドプラウラーが映えるバナー構成ランキング第1位がこちら。はい、ドーン、いってバナーフレームが虚空の刃でポーズが恐れ知らず、スパラジャのやつですね。早速いきましょうか。ボイドプラウラーの特徴その1、ヒールの可愛いフード。これを生かす背景の可愛い幽霊的なやつら、そのヒールを生かす薄めの緑色の背景。ボイドプラウラーの特徴その2、メカニカルで非凡なデザイン。このお面をどう生かすかでその人のデザイン力って分かります。それを生かすこのバナーフレームのこのねあの後ろの幽霊さんたちが白色なので、お面の銀色が浮き出てなくて変に違和感なく受け入れることができるんですよ。で次にこのポーズですよ。やっぱりねこのポーズ唯一無二の存在なんですよね。これそれを特にうまいこと生かされてるのがこのフレーム。もう一度見ていただけたら分かるんですけど、後ろのねお化けたちに一切ねあのレースが重なってないんですよ。これすごくない？長所重なってる部分はありますが一切の隙間を埋めてるので、このレースのスーパーレジェンドのポーズはもうバナこのバナフレームを最大に生かせてる。やっぱねもう唯一無二なんだよねこれ。ぜひともねボイドプラウラー買った方はもうこの機会を機にレースのスパルジェ当ててみてはいかがでしょうか。区内の視点的にもね結構邪魔になんないしダサくないし結構かっこいいので、ボイドプラウラーめちゃくちゃ大当たりのスキンです。ということで本日はまとめ、色さえ合えば別に変じゃないですね。これはもうバナー構成を作る上での真理ですね。もちろんね色だけじゃなくね世界観とかいろいろ意識すべき点はたくさんありますが、それら全てをうまいことバランス取れた構成がやっぱいいんだよねって話。他にもねレースだと例えばねねリングサイドチャイナマーケットの時だよねとかのやつとか、あとはフラッシュポイントの時もねやってるので、ぜひともね概要欄からご確認ください。この動画参考になった方はぜひともチャンネル登録もよろしくお願いします。これからもね皆さんが好きに少しでも、得をするような情報を毎日投稿していきますので、ぜひとも応援の方よろしくお願いします。今日動画最後に見ていただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。終わり。